マヌエラさんはいないか。一応さん付けすんねんな。江戸春美おる。寝息？あれ、患者用の寝台で寝てるのか。やだ、もう。何してんの。まあ寝てるんやろうけど。何か夢でも見てるのか。もう立ち去れよ、お前人として。行かないでよ。勝手に進んだ。私を見捨てるつもり。急展開だな。表情が険しくなったぞ。何の実況してんねんお前。夢実況。待ちなさいよ。許さない。なんか怖なってきたな。ほんで私許さないんだから。はって。おはようマネーラさん。お前フランクやな。おい、あら、私ったらいつの間にか寝てたのね。まあ分かりやすく寝てましたね。もしかして寝ながら何か言ってたかしら。私もう言ってたというか喋ってたな。行かないでたと言ってる。許さないと言ってた。許さないって言ってた。待ちなさいよ、許さないって。なんでその何中途半端なモノマネ。そう、私が泣いて止めてるのに、あの人さっさと出て行こうとして。どの人よ。思い出したら腹が立ってきたわ。なんで夢でまでこんな、うん、どうした、上がってきてるぞ。悪いけどお水を一杯持ってきてくれるかしら。二日酔いですか。まさかの。あれ、ああ、なんや、終わったかと思った。びっくりした。大丈夫、ありがとう。そういえば酒臭いな。あんた、さては二日酔いだろう。それが何か問題でも。ええの。医務室も雑然として散らかってるし、これはかなりひどいんじゃないか。メンタルブレイクしてる。なんなのよ、もう人の部屋に勝手に入ってきて。なんか幼なじみみたいなムーブしてる。恥ずかしい。なんなのよ、盗み聞きしたあげく二日酔いだの、部屋が散らかってるだの。あなた、私の何、旦那様。いや、そういうわけでもないけど。何って仲間だろう。軍の同僚としてもこの状態は放置できない。なんか真面目やなこいつ。そうよね、思ったより真面目よな。恥ずかしくてつい取り乱したわ、私。ああ、恥ずかしかったんや。あの、一つお願いがあるのだけど。どうしたん。部屋の片付け方と口止め方と、まあ、口止めやろな。なかったことにしてほしいのか。心配しなくても誰にも言わないぞ。先回りして言うタイプ。助かるわ。これ以上皆が持っている私の印象を悪くしたくないのよ。まあ、大体こんなもんやるとは思ってるよ。でもまったく、いつからこんな風になっちゃったのかしら。知らんけど、これでもあのミッテルフランク歌劇団の元歌姫なのよ。知らんけど。それが宝塚みたいなもん。影もって失礼ね、ちょっと言い過ぎじゃなくて。何も言ってないし。いや、俺は何も。そうだわ、今日の口止め料じゃないけど、今度私の歌を聴かせてあげる。いや、ドロテアちゃんで前にやってるんで大丈夫です。まだ私が衰えてないってところを見せてあげるんだから。ドロエちゃんドロテアちゃんで間に合ってます。楽しみにしてらっしゃい。ドロテアちゃんで間に合ってます。あ、で、何か私にご用だった。あ、そうそう、なんなんお前。え、ああ、用があってきたはずだが、もう忘れちまったな。おじいちゃん。はあ、それで終わんの。あ、オッケー、 C なった、やった、オッケー。じゃあ、まあ今回はちょっと支援会話から始まりましたけど、作戦士官、士官ね、もうね、まあもう全部一応 S までやったんですよ、こことここね、うん、S までやったんで、ちょっともうマクドレードの戦い、はい、今回もうこっから早速やっていきたいと思います。でも S 取るんがなかなか大変でさ、特にこっちこの女性キャラクターだけで出撃みたいなやつ結構大変やって、結構レベル上がっちゃってんな。まあ行こう。はい、じゃあ行こう。マクドレードの戦い、はい、マクレドの戦いって俺ずっと言ってたな。じゃあ新しい方のスロットで
もう10時間以上やってんねんな、このゲーム。早かったな、意外にそう思うと。なんかね、思ったよりひどい霧ね。ヒューベルト、これはもしかして闇の窓でしょうな。闇の窓。ローベ家には以前闇にうごめく者が出入りしていたことが判明しています。うーん、本人とは思いませんが、その者に手ほどきを受けた魔導士がいるのではと。闇の魔導士ね。なるほど、使えるものは利用した方が良さそうね。どういうこと？何を小声で話しているのだね。あ、もしやすでに近くに敵が。てかお前、この距離で聞こえんかったんかい。そうですね、霧のせいで敵の接近に気づきにくいですから、警戒は必要かもしれません。さすがフェルディナントさんです。はぐらかされてんぞ。そうだろう。あ、いや、小声だったな。どうしたんカスパル。やけに静かだねカスパル。みんな静か、小声で喋ってんねん。そうなのに。なあ、俺は不注意で叫んで敵に見つかるような男じゃねえんだ。大丈夫だぜ。大丈夫な。ヒューベルト心配そうやけど。あら、ペトラちゃんもどうしたん。ペトラさんも静かだね。眠くなってきたとか。ちゃうやろ絶対。奇襲警戒するしています。霧最も危険、油断命ないです。やっぱりバカズがちゃうねペトラちゃんは。冷えて。敵も味方ももう少し先にいるはずでしょ。ずっと根を詰めていると疲れちゃうわよ。こういう雰囲気は士官学校時代からあんま変わらないな。まあ2週間ぐらいしかおらんかったけどな。それはいい意味でだよね。たまに急に喋りかけてくるよね君。あれ、それで終わり？あれ、イングリッド、イングリッドや。来る前に肩をつけたかったのですが。おったよな。私はロナート卿の捜索を優先しますので、帝国軍はあなた方に任せて構いませんか。ただただ美少女やん。了解した。そしたらこっちはこっちで勝手に動くぞ。あれ、これあれちゃん最初のナレーターの人やんな、これ。この霧だ、同士打ちだけは気をつけてくれ。今ちょうど声優の名前が出てこへんけど。ええ、そちらもどうか気をつけて、噂通りの活躍を期待していますよ。イングリッドかわいい。うん、あれおったよねクラスに。ロナートの救援、うん、ロナート卿ね。はい、ロナートの配送、ロナートを取りにかくたつけると、誰か説得、これアッシュの説得、アッシュを説得できんねや。じゃあアッシュ説得しよう。アッシュってあれよな、おったよな向こうの。あ、ロナート卿ってそう、アッシュんとこみたいな、なんか言ってた気するな。あー、で何やろう、松明を投げ霧の中で視界。あ、これいるかも。あー、でもそれあと1個なんか、どうしよう。旧兵だ、射撃、味方の定期的に回復する治癒部隊は、でも、あ、ちょっと欲しいな。うわ、どうしよう、自信なかったら治癒部隊か。味方を追加で確保し戦闘開始する。松明いらんか別に。ガスパール級、どうしよう、まあ、治癒で行こうか。死んだらシャレならんし、このゲーム。あと1個でもどうしよう、あと1個、そっか。あー、じゃあ牙、あー、じゃあ味方増やそう。これでじゃあ行こうか、次へ。うん、まあでもそう、みんな、あー待て、はい、次、ごめん、みんな27、俺みんな20以上なのよ、で俺だけ27っていう。ハッピー、ちょっとこれバランスよくいきたいね。エーデルカルトはおる、カスパルおる、フェルディナント、イエリッツァ先生絶対いるしな。ハッピーもレベル20まで上がって別に使えんねんけど、ここはでも安心安全のイエリッツァ先生やな。うん、イエリッツァ先生、リンハルトも、うん、はエーデルカルト、ヒューベルト、うーん、どうしようかな、ベルダネッタ、ドロテア、ドロテアちゃん、魔法半分でいいな。3人でいいな、魔法舞台。コンスタンツェンとこモニカにしよう。モニカ、うん、フェルディナントとイエリッタ先生は機動力がいいから置いといて、うん、カスパルとじゃあ、うん、エーデルガルトは、うん、このままでいこう。よし、これでいこうか。じゃあ、うん、特になんか、なんていうん、うん、みんなちょっと待って、じゃあ
モニカも連れて行こう。騎士団、騎士団これ何の意味があるんかいまいち分かってないねんけどな俺。まあ槍装備魔法遅いな今回。魔導に強くなる、魔導に強くなるのどれ。魔導剣装備、あでも剣も遅か。あーどうしよう。でも魔導カスパルと、そうか、うん、あれヒューベルトも強いからな。でまあいいや、斧、まあいいや、これでいこうか。 D でいいよな。うん、武器もそうね、これ以上ないもんな今。ラブ軍だあんまり分かってない。まあねもうそっか、これでいいか。強いもんな普通に。あーそうっすね、これでリンハルト出へんよな。ドロテアちゃん入れてた、まあこれでいこうか。うん、15分で撃墜1500、よっしゃ、じゃあ行こう、開始。この戦闘まるまるで動画終わりそうやな。周囲が全く見えないぞ。おう、松明いったかこれ。そう、あそうか、オッケー、いずれかの砦にいるロナート卿。あじゃあみんなで分けようか。イエリッタ先生じゃあ ここお願いします。これ俺か、これヒューベルト。じゃあヒューベルト近いとこ任せてちょうだい。ドロテアちゃんもじゃあ この辺、モーニカちゃん。あこうなるとイエリッチャ先生遠いとこの方がいいんか。作戦行動にこの辺にしとこうか。進むぞ。あとはモニカ行ってる、エーデルちゃん、じゃあここエーデルちゃん、ここドロテアちゃん行ってるな。あとはカスパルか。カスパルじゃあここで。あーあかんのかまだ。じゃあカスパルここで。はい。ロナート卿はいずこかの砦に困って援軍を待っている。おう。砦が見つかりにくいから、いずれ場所は割れる。急ぎ。ナイス。ロナート卿の敗走に注意せよ。負けないぞ。ロナート様のため。どこおんの？近くでロナート卿の兵が苦戦しているみたいな。どこ？ああなるほど。ここでじゃあ、いやじゃあエーデルちゃん行ってもらおう。エーデルちゃんここ、あでも行ってるな。じゃあここで行こう。今じゃあ俺早かったんか。じゃあドロテアちゃん、あーまあいいや、ドロテアちゃん94勝つな。これはフェルディナント、フェルディナント俺支持するの忘れてたんか。じゃあフェルディナントここで、あじゃあ3人頼むわ、信頼してる3人。おいし、朽ちた城壁では、はい、発見できずか。あれエーデルちゃん不利な、イングリッドおんのか。イングリッド仲間にできへんの。イングリッド撃破したよ、待ってイングリッド俺が行く。イングリッドここおんのか。カスパール大丈夫か、カスパール、カスパールいけるか。あーでも強い、カスパル強い、やるやん。イエリッツァ先生おらんかってんな、ここ。まあ3パーやろう。これは誰、ドロテアちゃんか。これはモーニカ、じゃあおらんかったってことは、じゃあここ行ってもらおう。じゃあ俺カスパルと変わる。あイングリッド、ブランドル空手や。その身で受けなさい。ただの美少女やから戦う気せえへんな。待って、おったカスパル、カスパル、カスパル強いんねん、素晴らしいよカスパル。まあ俺が来るまで耐えようカスパル、これ強いわマジで、カスパルマジで強い。俺モニカ、あモニカ制圧、オッケー、貸し当ておる、俺来たー。あー待って、お俺ってちょっと俺技いじったまんまやった、ミスった。これ強いんかな、制圧したよ。ちょっと待ってな、こうあじゃあもう
いい、あーでも、もうイングリッド、俺一人で行けるから多分。カスパルに、ここ行ってもらおう。で、イエリッタ先生、さすがやわ。制圧の速さはさすがですわ。で、あー、フェルディナントも行けそうやな。モーニカちゃん。モーニカちゃんはここをやってる途中ね。ヒューベルト。エーテルガルトは予定通り行くわよ。あれ、エーテルガルト大丈夫？ヒューベルト、ちょっと助けてあげて。待って。うん。ぐらい？今。じゃあ待って、じゃあエーテルガルトいいや。もうそこ任せて。あと1個。あと行ってないとこどこ？あ、でもあと2個か。あー、じゃあここか？いや、ここは行かんでいいんか。じゃあ、うん。ドロテアちゃん助けてあげてって思ったけど、ドロテアちゃんも勝手そうやな、もう。じゃあもうこのままでいいや。じゃあ俺はもうイングリッドとランデブーしとこう。うん。これでも別にあれか。勝ってそうよな、もう。さあ。お、これでとどめ。イングリッドとどめ。やった。倒した。おう、イングリッド倒したよ。アーマーナイトのゲストしガスパール救援、救援してるけど、でも今どうしよう。ドロテアちゃん今やってるしな。あれ、ドロテアちゃん勝ちそう。まあ、ちょっとどっかが決着ついてからでいっか。術者の存在に気づかれたようですか。うん、霧が晴れればロナート卿が敵に見つかるんです。おい、イングリッドの撃破に成功。うん、それは成功したけど。さあ撤退。あ、よかった、撤退で。これいつか仲間できたりすんのかね。ガスパール両平民を救援。 OK、 買ったってこと、これ。救援。あー、でもこれでもう買ったってことか。うん、しゃあ、うん。じゃあちょっと待って、フェルディナント、あー、ここはやってるね。これ誰？イエリッタ先生。フェルディナント。できないではない、やってみせよ。あー、72ちょっときついか。私に任せてくれ。最悪俺が操作しよう。私にお任せください。ここは 4% 強え。じゃあもう、そっか、エーデルちゃんおるんか。エーデルちゃん、エーデルちゃん。で、ヒューベルト、ヒューベルト。さて、一働き。あれ、あと一個なんかあったよな。あ、ないんか。じゃあヒューベルトここ行っといて。オッケー、いいよ。カスパルは何もなかったんか。ちょっと待って、じゃあカスパルごめんな、なんかいろいろ操作しちゃって。じゃあカスパルこれ頼むわ。制圧頼みます。あれ、ロナート教？お、ロナート教成立。どこ？イエリッタ先生、じゃあここお願いします。行動に移る。どこおんのよ。あと2個しかないけど。まあこれででも倒せるかな。オッケー、傭兵。あー、あっこか。オッケー、じゃあ俺が行こう。これで、そう、俺が行こうで、待って、カスパルそこで、うん、ここはいける。モニカどうしよう。これはドロテちゃんも勝てそう。あ、もう勝てそうやな。あー、まあじゃあイエリッツ先生行ったらもうなんとかなるか。でもイエリッツ先生行ってるな。おお、救援感謝する。おう、よっしゃ、あとは王国軍を片付けるだけだぜ。あれ、もうでも勝てそうやな。さあイエリッツ先生。あ、モニカも撃破。ちょっと待ってね、イエリッツ。あー、待って、俺、待って、じゃあドロテアちゃん、ドロテアちゃんが行こう。ドロテアちゃん95いける。ここももう制圧したってことか。うん、ガスパール。うん。じゃあ。できるできないではない。うん。やってみせよ。
ここで91。私にお任せください。モニカも、モニカじゃあここを助けてあげてから来て。うん。やっとか。ああでもこれもう勝てそう。ああよし。カスパル成功救援。カスパルもいいよな結構。でこっち行ってやれいいんか。これ。これもみんなで行った方がいいんか。ちょっと待ってでもなんかここ誰や。ヒューベルトがなんか大変そうやからモニカちゃんごめんモニカちゃん嫌 やろうけど言ってあげて嫌 やろうけど予定通り行くわよ。あーはあなんかエーテルちゃん全然関係ないところで戦ってるけどいいや頑張ってもろてさあ行こうこっちかあーカシアテンも来たみんな助けに来たぞあでも結構もう終わりそうやん待ってじゃあ行こうさあ初手ドーンしえな一肌脱ごさ あロナウトの救援成功やったやはり主は我らを見捨ててはおらぬのだなえてか俺全然撃発足りてないんじゃねこれちょロナウト様が救援されたようだなこれでもう霧はいらないだろうおおこれでおー晴れたさあ霧解除ありがとうありがとう霧が晴れたこれで転ばなくて済みますねお転んでたんかお前まあこれでアッシュおアッシュ出たおファーガス神聖王国ロナウト様あなたが陛下に背くというのなら僕はアッシュアッシュもともとあれよなアッシュを撃破せよおうわしに会いに来たという会いに来たんやちゃうやろちょっと待ってでもこれ全然撃発足りひんかもマジで説得うんこれはもう説得あごめん間違えたうんアッシュの説得さあアッシュを説得してはいはいいいよこれさでも俺マジでマジで激圧1500って書いてたよな確かさあみんなまあ行こうとりあえずまあとりあえずアッシュのとこ行ったらいいんやろでもあんまり1500倒すほど敵おらんよな思ったけどまだ今で400やろマジでめっちゃゆっくり戦わなあかんのじゃんオッケーアッシュおるなどうしようこれでまあとりあえず必殺技使ってどんぐらいやそのオッケーここまで追い詰められるなんてもうだいぶ減ったなこれでどうややったーアッシャ命を捨てるロナート卿に息子を説得してるちゃんとやったレベルお前アッシュが投稿するとこで空気読めやカスパールカスパール空気読めわかりましたでお前も割と簡単に投稿したなおうアッシュの説得に成功やったアッシュでも見た感じ弓やったよな今弓ありがたいね確かにおうでもまだあるこのまま撤退する王国軍を追撃してあまだあるペレとジェラルト両夫ベレトベレト出てきたマジかベレトを撃破せよマジでここに来てちょっと待てベレト来たベレトオッケーちょっと待てベレトか一斉攻撃しかないやろでもこれちょっと待てモニカちゃんモニカちゃんモニカちゃんちょっと待ってあ、ちょっと待って俺が待ってここ行ったらいいここ行ったらいいてい。モニカちゃん今助けるまずい俺はロナート卿の援護に回ります帝国軍モニカちゃん
どうしよう、久々やな、久々やな、ベレト。うわ強、どうしよう、でももう技使われへんねんな俺。今は帝国の傭兵というわけだ。うん、昔の借りや、返させてもらう。そうやな、あのゲッツの借り全然倒せてる気せえへんねんけど。ジェラルとライユスともに救援、え誰、ジェラルと傭兵団、ジェラルとアイスの声お前やったんや。ああ、ジェラルトってこいつやん。へえ、でこれはアロイス、アロイス団長、私も新参者として、ちょっと待って、アロイス、いやいや、アロイス、私ジェラルトのアロイスを撃破せよ。ちょっと待って、イエリッツァ先生、どうアロイス、やばアロイス強っ、うわあどうしよう。まあイエリッサ先生、エーテルカルトとあ、いいね、私の力見せてあげる。うん、ドロテアちゃんは任せてちょうだい。アロイス、ドロテアちゃんは、おお、見たくないもの見てしまった。カスパル、カスパルは、あ、いいやん、カスパル、一応やってやるか。カスパル、フェルディナントで行こう。いや、ヒューベルトやな、ヒューベルトやな。人働きと行きますか。おお、でも微妙やな。微妙。非常に微妙。敵の指揮官にあって撤退に追い込むべきでしょうな。勝利条件変更。無理に相手をするなと言われたけれど、君の成長を見せる機会だ。そうやねんな。ベレットに挑み撃破せよ。俺はな、俺はそうするよ。これどうしよう、ちょっと待って、やばい、うおー、さあベレト、これでも食らう、食らえてる気せえへんな。いや無理じゃない、俺も成長したんやで、結構食らわしてるって。でもおう、いけてる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 、でもモニカちゃんがやばいな、俺もやばいな。おう、あぶな、なあ、何も妙な力ないよ。あ、フェルディナント回復、センキュー。これでもどう、あとちょっとやな、でもあら、あんまり強さ分からへんかったけど、オッケー、おお、ベレット撤退、やった。さあ退けること成功したよ。余裕で退却されちまったな。おお、ちょ待って、俺は今からどこ向かえばいい、こっちか、どれや、え、どれ、俺は今何してんの。あ、この辺も敵か。ちょっと待ってよ、これでこっちか。あ、おる、イエリッツァ先生、おー、ちょっと待って、さあ覚醒、ジェラールト、これでもさ強いんか、あいつ、あいつはどうなん。オッケー、いいよ、三角、三角ちゃん X、 よっしゃー、ジェラルトの強さも、でも硬っ、全然減ってないやん。これさ、ちょっと待てよ、お、なんか400回復したぞ、いいね、レベル経験値アップって書いてるけど、どうすんのこれ。結構ワン一方的にやれてる気がすんねんけど。よっしゃー、でもジェラルト強っ、ちょっと待て、ドロテアちゃん口だ、なんか制圧してる、ありがとう。え、強くね、あいつ。
あいつ、とりあえずあの覚醒のやつ、この覚醒終わってからにしよう。いやー強い、なんかどうなってるかわかんねえ。どう、おー巻き込めてるけど一人か。うん、どう、あーでもなんか魔法が解けた。アロイスさん、これは俺今誰を操作、あーカスパルな。さあジェラルト撤退、よし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 、いいよ、輝いてるよカスパル。なんかアーマーナイトばっかおるけど向こう。待て、カシ当てんじゃねえ。モニカちゃんはちょっと待って、あとはアロイスやればええんか。でもアロイスどこや、ここか、一斉攻撃。アーマーナイトじゃない、あーちょっと待って危ねえ。今え俺これ周り今カスパルまさか俺、あーでもヒューベルトおんのか。あヒューベルトは操作できんのね俺。いやーでもありがたいね、ヒューベルトおるだけで全然ちゃう。どう、よっしゃー、あれ撤退した、撤退してくれた、あとちょっとやな。でもいやマジカスパル強いわこれ。でもあんまり、でもそうか、わからんな強さというか。これでも変えよう、とりあえず、うん、最後あんまり使ってなかったフェルディナント。どう、おお、フェルディナントでとどめ、やったー。これ S 取れてる気せえへんな。ここまでか、ジェラルト傭兵団撤退だ。最後残ったアロイスやったんか。てかアロイス敵なんの守りきったわね、この勝利波動への大きな一歩となるわ。ごほって言っちゃった。さあステージクリア、ありがとうございます。 S は取れてないな、1500って書いてた気するもんな。仕事としちゃ成功だな。うん、おや、その割には不満足のようだね。いつもの君らしくもない顔。これアッシュ仲間なんのかね。ああ仕事に勝って勝負に負けたみたいな。なんで、結構圧倒したやろ。ロナートの救援は間に合ったし、ジェラルト傭兵団を撤退には追い込めた。何に負けたんよ。けどその傭兵団のせいで、ああそっか、王国軍には逃げられ、逃げられたか。灰色の悪魔を倒すこともできなかった。まあそっか、まあそういうめっちゃ欲張りやな。でもお前これを負けと言わず、なんというか、いや負けか。君たち傭兵にとっては仕事と結果が全てなんだろう。うん、それに加えてこの戦闘で灰色の悪魔の危険性を再認識することさえできた。まあ、結構一方的にやれたと思うけど、レベルの力で。肯定しようか。そうだな、うん、ポジティブにいこう。あいつは一人の力で勝敗をひっくり返すようなとんでもない傭兵だ。あいつ傭兵なん、そっか、傭兵団つってるか。ジェラルト必ず大きな障害になる、機会があれば全力で打った方がいいね。うん、そうか、これからもか。助言感謝する。これディミトリーんとこ行ってたら、あのベレと仲間になってたんかな。どうなんやろ。 S、 あ、S やん、あれ激アツ1700。あ、一応1700行ってる、よかったよかった。あ、 S 取れた、嬉しい。あ、そっか、全体換算してってことか。うん、そっか、全体で1700は倒してた。今は少しでも力が欲しい。うん、なんか全然上がってなくね。うん、誰、あ、モニカちゃんありがとう。成長できたみたいですね。うん、でもね、あ、そうやね。もうさ、何、死んだら、仲間が死んだらさ、何、失うっていうジレンマでレベルが高くなっていってるけど、それじゃぬるゲーになってしまうっていうジレンマがほんまにある。こんな状態もいいかもって思っちゃうわ。4000結構 HP 高いな。うん、でも S 取れたんは嬉しいね、普通に。あー、よかったよかった。こうやって総力戦で戦えんのええな。
この程度じゃ満足できないな。やっぱ MVP 俺ですか。28OK。 うん、伸び悩んでるのか。全然伸びひんやお前。そんなことある。さあまあまあまあ、これでみんなマスターしてるし、こっから次のあれとかいけたりすんのか。次のもうジョブというかあれね、ジョブチェンジしたいね。まあこれでとりあえず、はい、報酬はこんだけ。やっぱ中級試験パスか。まだ上級試験欲しいね。8800円。うん、まあこれは試験になるでしょう。さあ、あ、支援レベルも上がって、あ、そっか、アッシュアーチャー嬉しいな。男、まあまあ男というかね、あの幅でやっぱりなんかな、男だけで出撃しなさいみたいなのこれからもありそうやし。16レベルか。うん、アッシュが仲間になりました。これでご視聴ありがとうございました。 YouTube のチャンネル登録の方よろしくお願いします。ニコニコ動画のアカウントのフォローもよろしくお願いします。また次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。